京都市営バス西鴨営業所。京都市営バス西鴨営業所は京都市北区西鴨山の森町にあり、北区、左京区と市内中心部を結ぶ路線を担当している京都市営バスの営業所である。創車業務は上鴨神社創車場、最寄り停留所は上鴨神社前、木の笠創車場、最寄り停留所は立命館大学前でも行う。本項目では、 前身となった上、堀川営業所についても記載する。1号系統は、西鴨社交を起点とし、仏教大学、北大寺通、下鴨神社を経由して、出町柳駅に達する、全長約8キロメートルの路線である。路線名は、紫の線である。西鴨地区から地下鉄からすま線、北大寺駅や京阪大東線、出町柳駅への連絡路線としての性格が強い。 かつては3条京半前まで運行され、出町柳駅業は特1号系統として運行されていた。4号系統は北区上鴨地区から下鴨本通り、河原町通りを経由し、京都駅に向かう全長約1 1トルの路線である。路線名は下鴨線である。現在では17号系統同様河原町今出川。 以南でのの号系統の補完的役割も担っている沿線には、下鴨神社や上鴨神社などの観光施設、及び、京都府立文化芸術会館や京都、コンサートホールなどの文化施設が所在するが、どちらかというと、地元客の利用が主体である。また、京都府立医科大学、京都工芸繊維大学、 ノートルダム女子大学などの大学も存在するが、校舎2つの大学の学生は、地下鉄、カラスマ線の利用がほとんどなので、本系統の利用はごくわずかである。統計統と接続する鉄道は、地下鉄カラスマ線、京都駅、北山駅、松ヶ崎駅、地下鉄東西線、京都市役所前駅、京阪大東線、永山電鉄、出町柳駅、阪急京都線、 河原町駅、近鉄京都線、JR 在来各線、東海道新幹線、京都駅である。2007年3月より、京都バスに委託されていたが、2014年3月より、再度直営化された。奏車は、西鴨営業所にて直接行っている。本系統は、昔から、京都駅や市内中心部と左京区下鴨地区。 北区上鴨地区を結ぶ役割を担っていた。同様の系統としては、14号系統があり、こちらは東系統は、昔から、京都駅や市内中心部と左京区下鴨地区、松ヶ崎地区を結ぶ役割を担っていた。4号系統と14号系統は、京都駅前北園長官で、共通の経路を通り、ダイヤも調整していた。また、本系統の類似系統として、上鴨神社。 野々人町祇園の54号系統も存在していた。54号系統は西鴨営業所による運行だった。左京区総合庁舎経由の便と新田町経由の便、それぞれを30分間隔で運行している。北園町以南では合わせて15分間隔で運行。9号系統は西鴨車庫から北区大宮地区、堀川2を経由して京都駅までを結んでいる。 全長約1 0トルの路線である。路線名は、堀川線である。これらの地区から、京都駅に行く場合、1号系統、37号、系統などを利用して、北大路バスターミナルで、地下鉄、カラスマ線に乗り継いで行くより、運賃は安く、乗り換えも不要である。そのため、市場通り界隈の繁華街を通らないにもかかわらず、利用者数、本数とも非常に多い。 12号系統、55系統と共に、堀川2の主管路線である。当系統は、その路線の大部分を、堀川2を、上鴨みその橋から塩麹通りまで、ひたすら南北に走る部分が占めている。鉄道との接続箇所は少なく、京都駅以外では、地下鉄東西線、二条城前駅と接続る堀川、大池でのみである。堀川では、阪急京都本線、 大宮駅と、京福嵐山線、四条大宮駅に接続しているが、若干離れており、直接の乗り継ぎ停留所とは言い難い、乗り換え案内の放送はさていない。東系統は、生活路線としての役割が主体であるが、沿線には、西本願寺、二条城、生命神社、西陣織替館、上鴨神社などの観光施設や、スクリーンホールディングス本社、最寄り停留所、 川倉間口も存在する。平日、土曜日、休日とも、昼間は10分間隔で運行している。また、最終バスも、他系統に比べて比較的遅い。過去には、平日朝のみ快速9号系統として、快速バスが運行されていた。西鴨車庫前から、北大路堀川間は、各停留所で停車し、北大路堀川京都駅前間は、主要停留所。 堀川寺の内、堀川今出川、堀川中立売り、堀川丸田町、堀川大池、四条堀川、堀川五条、七条堀川のみ停車していたが、2011年3月改正で9号系統に統合された。統系統は、西鴨営業所が誕生した1970年以降、現在の西鴨社庫前から京都駅前で運行としており、 京都駅付近を除き経路変更は行われていない。12号系統は、祇園、三条京阪、四条河原町、四条烏津といった、市内中心部から堀川通、北大路通を経由して、金閣寺、立命館大学を結んでいる。路線名は、堀川、四条線である。走車は、木の傘走車場にて行っている。金逸区間系統の中では、 同じ堀川2の主力路線である9号系統、55号系統と、もに運行頻度が高い。東系統と接続する高速鉄道は、地下鉄東西線、二条城前駅、三条京阪駅、東山駅、地下鉄烏丸線、四条駅、阪急京都線、烏丸駅、京阪本線、三条駅、祇温四条駅である。JR 西日本及び、 近鉄とは接続していない。東京都は、金閣寺、大徳寺、西陣織会館、最寄り停留所、堀川今出川、二条城、八坂神社、最寄り停留所、祇園、千温院など、観光施設が多い。前日の通り、繁華街である市場通り界隈を通っているため、安定した観光需要がある。2001年3月より、梅津営業所で、 京阪バスに委託されていたが、2014年3月より、西鴨も営業所へ遺憾の上再度直営化された。東京都は、長期にわたって山上京阪から堀川通を経由して、金閣寺を結ぶ路線である。基本、山上京阪付近の経路は、頻繁に変わっている。15号京都は、山上京阪からお池通、西の京園町を経由して、 北西部木野笠地区にある立命館大学を結ぶ路線である。路線名は大池線である。走車は木野笠走車場にて行っている。大池2を比較的長距離走行し、地下鉄東西線と三条系半駅マイナスに上駅間で競合している。そのため、1997年10月の地下鉄東西線開通時に運転本数がほぼ半減された。 なお、三条京半前引く、立命館大学前館には他に12号系統、59号系統も運転されているが、ダイヤ上の所要時間は15号系統が最も短い。一等京は、長期にわたって三条京半から大池通を経由して、木の笠地区を結ぶ路線である。近年、三条京半付近の経路が一部変更となっている。 地下鉄東西線開通以前は12号系統と同じ運用体制、三条京半一期12号系統を運行後、立命館大学前一期15号系統を運行、またはその逆を組んでいた。つまり地下鉄東西線開通以前は12号系統と同水準の運行頻度を確保していた。運行営業所は1981年5月までは、 梅津営業所、1981年5月から2007年3月は、西鴨営業所、2007年3月から2014年3月は九条、営業所、京阪バス委託である。平日と休日問わず、昼間は30分間隔で運行している。また、東京都では1994年以降、リフト付きバスも運行されていたが、2011年3月以降は、 リフト付きバスは運用されなくなった。これは、東営業所の京阪バス委託で運用される、リフト付きバスが、梅津営業所に転属したからである。37号系統は、北区大宮地区から、堀川2、北大路バスターミナル、鴨街道、河原町通りを経由して、四条河原町や三条京阪といった、市内中心部を結ぶ、全長約10キロメートルの路線である。 路線名は、鴨川線である。現在のこの路線は、旧37号系統及び北2号系統と別の路線だったものを、1997年10月に統合したものである。1号系統が、出町流駅前までになったために、西鴨車庫前から三条京半前、四条河原町結ぶ唯一の路線となった。なお、河原町今出川、出町流駅前、 北大路バスターミナルにしかも車庫前は1号系統よりも、運行距離も短く、所要時間も短い。東系統と接続する高速鉄道は、地下鉄からすませ線、北大路駅、地下鉄東西線、京都市役所前駅、阪急京都線、河原町駅、京阪本線、大東線、祇園市場駅、三条駅、出町柳駅である。 JR 西日本とは接続していない。本系統と統合され廃止となった北2号系統の前身である2号系統は京都駅と西鴨車庫をカラスマ通系優で結ぶ路線であった。なお、同じく西鴨車庫前から京都駅前間を運行していた9号系統とは共通の運用となっていた。1981年に 北2号系統となった当初は高頻度の運行であったが、大宮地区及び堀川通いの利用者は、京都駅方面へは地下鉄の乗り換えが必要ない9号系統を利用する傾向があったため、北2号系統はダイヤ改正ごとに本数を減らしていた。そして結局、1997年10月に37号系統に統合される形で廃止となった。廃止時は、 西鴨営業所が運行していたが、1981年5月から1986年3月は、カラスマ営業所による運行であった。37号系統は、1970年以降、変わらず、西鴨営業所が運行している。平日、土曜日、休日とも、昼間は15分間隔で運行している。また、最終バスも、比較的遅く。 市電代替路線や西ブロック系統を除けば、23時以降も営業を運転しているのは、37号系統以外では、北1号系統、1号系統、5号系統、9号系統、17号系統、46号系統と、循環系統200番台のみである。なお最終バスが遅いのは、北2号系統時代からである。十六号系統は、 上賀茂神社から北区大宮地区、千本通りを経由して、市場からすま、市場河原町といった、市内中心部、平安寺院宮を結んでいる、全長約12キロメートルの路線である。路線名は千本、市場線である。上賀茂神社奏車場にて奏車を行っている。岡崎公園ドームシアター京都、宮古メッセ前駅は、 平安神宮の行き先表示で運転されるが、2012年3月14日のダイヤ改正まで、平安神宮前という名称の停留所はなく、京都会館美術館前、現、岡崎公園ドームシアター京都、宮古メッセ前、岡崎公園美術館、平安神宮前停留所が、平安神宮の最寄りであった。同日のダイヤ改正で、到底留所のうち二条通り沿いのものが、 京都会館美術館、平安神宮前と解消され、さらに2014年3月22日のダイヤ改正で、岡崎公園ドームシアター京都、宮古メッセ前再解消された。京都国立近代美術館と京都市美術館の前に、残っていた京都会館美術館前停留所も、同日、岡崎公園美術館、平安神宮前に解消された。統計等と接続する、 鉄道路線は、地下鉄からスマ線、四条駅、地下鉄東西線、二条駅、東山駅、阪急京都線、大宮駅、からスマ駅、河原町駅、京阪本線、祇園四条駅、ランデン、四条大宮駅、JR 佐賀の線、二条駅である。また沿線には、仏教大学があるため、学生の利用も多い。本系統は、新設当初より、 祇園、市場通り界隈から千本通りを経由して、上賀茂神社を結んでいた。上賀茂神社から祇園の経路は当初のままだが、東山山条付近の経路がたびたび変更されている。なお、1972年以降、西賀茂営業所が運行している。昼間は平日、土曜日、休日とも12分間隔で運行している。 均一区間系統の中では比較的運行頻度が高い。また最終バスも比較的遅く、市電代替路線や西ブロック系統を除けば23時以降も営業を生しているのは46号系統以外では北1号系統、1号系統、5号系統、9号系統、17号系統、37号系統のみである。休日は 東山通の観光渋滞に巻き込まれることと比較的長距離路線であることから遅延が多い。また市場通り、千本通りを大回りするため、所要時間はかなり長めである。51号系統は立命館大学前から今出川通カラスマ2を経由して三条系半前とを結ぶ路線である。木の傘奏車場にて奏車を行っている。地下鉄カラスマ線とは、 今出川駅、カラスマオいケ駅間で競合しているため、本数は比較的少ない。また、市場カラスマイ北で2駅間以上カラスマ線と競合するのは51号系統と65号系統のみである。運行営業所は1981年5月から1986年3月がカラスマ営業所。 1986年3月から2006年3月が、西鴨営業所。2006年3月から2007年3月が、梅津営業所。2007年3月から2014年3月は、九条、営業所、軽バス委託でや。平日、土曜日、休日問わず、昼間は60分ごとに運行している。往路の最終便及びその一本前は、 市場河原町までで、市場河原町より四十六号系統となる。東系統は、千本通り、今出川2を経由して、立命館大学を結ぶ路線である。路線名は、市場、木ヶ笠線である。木ヶ笠創車場にて創車を行っている。全線にわたって並行する路線が多いため、五十五号系統としての独自の役割は、 阪急京都線大宮駅と立命館大学との通学輸送である。55号系統は、1981年5月から1986年3月は、梅津営業所。1986年3月から1986年10月は、カラスマ営業所。1999年3月から2007年3月は、西鴨営業所。 2007年3月から2014年3月は9条、営業所、京阪バス委託にる運行であった。平日の昼間は30分ごと、土曜日、休日は40分ごとに運行している。67号系統は、上鴨神社から堀川通、市場通りを経由して、右京区サイン、梅津地区を結ぶ路線である。路線名は、上鴨線である。奏者は、 神河も神社奏者場にて行っている。京都市の北区の郊外と右京区の郊外を京都駅、市場からすま、市場河原町といった中心部の主要ターミナルを経由せずに結んでいる。このような路線は、かつては61号系統、76号系統、92号系統があったが、いずれも廃止されている。67号系統は廃止されずに、平日朝夕ラッシュ時のみ、 運行の路線として残っているが、これは沿線に日清電機本社や三菱自動車工業京都工場、最寄り停留所、南広町があり、これらの通勤需要がまとまって存在するためである。平日の朝に3往復、夕方に2往復の運行のみで、土休日は全面運休となる。2001年3月以降、従来の毎日、終日運行から平日、 土曜の朝夕ラッシュ時のみの運行となり、2012年3月改正より土曜日の運行がなくなった。停留所位置の都合上、四条堀川停留所は袋のみの停車となる。6号系統は西鴨営業所が、6号号系統はガラスマ営業所の担当である。1981年5月以降、原則的にシャーシは、 日の自動車制に統一してきたが、m 1号系統専用のマイクロバス。現在は、廃車は、椅子自動車制であった。現在は、一般競争入札の実施により、国内4メーカーの車両が、申請配置されている。2016年現在、西鴨営業所には、以下の抵抗外バスが所属している。京都市営バス上堀川営業所は、 京都市北区市地区にあった京都市営バスの営業所である。1970年12月の西鴨営業所開設に伴い併合廃止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。